山六駅三上駅皿、倉山ケーブルカーは、福岡県北九州市八幡東区にある、小柱連山の主法皿、倉山を登る、サラソート山鉄道が運営する山六、三上間のケーブルカー路線である。鉄道要欄記載の名称は、小柱ケーブル線であるが、案内状は用いられていない。20から30分間隔で運行される。所要時間5分。 2020年4月より4月から10月は10時から22時、11月から3月は10時から20時。2001年に北九州博覧祭2001開催に合わせて、開業以来初めて車両更新が行われ、天井が全面サンルーフとなっている、スイスクア車線の新車両2両で運行している。運転速度も当時日本国内で最も速い時速18キロメートルで、 運行できるようになった。一両は、車体塗装が黄色で、相性は、はるか、別の一両は、車体塗装が青色で、相性は、彼方である。夜間は、車内から夜景を見ることができ、そのために照明が落とされる。新車両は、照明等の電源を蓄電池から得るため、河川、河川柱が撤去され、帳簿が改善された。冷房装置は搭載されておらず、 夏季は駅ホームに定置型クーラーを置き、停車中に窓から車内に冷風を導入して冷却することで対応している。車両の研修作業のため、三毒駅、三上駅とも構内の線路はピット構造となっている。また、車両の蓄電池に充電するための給電設備も設けられている。1957年に開業した当初は、 日立製作所製の車両1.2号が導入された。1号は、愛称は、小柱。2号は、愛称は、皿倉であった。1997年頃に塗り替えられ、2000年のリニューアル工事による運行休止後、廃車となった。三毒駅、三条駅。ありがとうございます。